重力一緒反抗期。こんにちは、バーチームのフッシーです。皆さん、この背景みたいな分かる方もいるんじゃないでしょうか。Y4Jiu さんにお邪魔させていただいております。そしてトレーナーのリジュさん。はい、どうもリジュです。今日コラボしていただくことになりました。ありがとうございます。先ほどリジュさんに軽くベンチプレスをご指導させていただいたんですけど、はい、こちらの動画ではですね、僕がリジュさんにスクワット、いやぜひ、ちょっと僕の中で悩みがありまして、はい、僕まだそのパワーリフティングの大会で出てるわけでもないんで、はい、常に自分との戦いなんですけど、僕のベンチプレスと僕のスクワットが戦い続けてるんですよ。なるほどですね。今ベンチもですよ。で、ちょっとぜひスクワットもお願いします。リジュさんがベンチプレスがすごい強いのはもう皆さん周知の事実というか分かってると思うんで、やっぱりここにスクワットの方がまあベンチプレスに持てるのは当たり前なんで、スクワットの力がどんどんついていくことによってリジュさんの体っていうのは、まあ、今でも十分すごいですけど、またさらに進化するんじゃないかなと。一緒に頑張っていきましょう。ありがとうございます。お願いします。はい、ではですね、早速リジュさんのスクワットですね、まずちょっと見せていただいてもいいですか。あ、わかりました。まず早速僕の方からアドバイスさせていただきたいのは、はい、音付近に行くにつれてちょっとしゃがみづらさで増していく感じがありませんか。ちょっと股関節が詰まっていくような感じですか。いや、しゃがんないんですよ。そこのしゃがみづらさっていうのは柔軟性の問題とかもあるかもしれないんですけども、もっとあるのがやっぱりフォームが僕は原因であると思います、はい、で、それで今やってほしいのが、普通にまあしゃがむ時ってこんな感じでしゃがむと思うんですよ、はい、しゃがむ時こうやって腰をまっすぐにとかあんま意識しないと思うんですよ。あ、はい、で、そこから息吸って腹圧かけてみます、ね、ここでバウンドしてみます、はい、ゆうさんはここのしゃがみのポジションの方がすごい自然です。へぇ、はい、でもさっきの上半身のまま行こうとしたら多分今のができないんです、はいはい、上半身の形がまっすぐ保とうとしすぎな感じがあると思います。それがゆえこっちの詰まりが出てきちゃって結果しゃがみづらさにつながってる。そうです、上半身の作り方です。足の動きっていうか、そこが変わればしゃがみやすさが上がると思います。なるほど。でただそれをバーを担いだ時にそれができなくなっちゃうっていうのがあるんで、ちょっと一回バーに戻ってバーの重さでやってみましょう。でバーでできたら60に上げてもう一回やってみましょう。はい、あー、OK です、OK です。切り返し出ないでしょ。一定のリズムで、で一定のリズムで、一定のリズムで落として、上げはこう爆発的にちょっと一定のリズムで元まで、OK です、そうです、そうです、そうです、一定のリズム、一定のリズム、爆発的に、もう一回、多分リジュさんの癖で音の吹きになったらこうやってやるのがやってます。これもちろん最終的なテクニックとして入れていくのはいいんですけど、フォーム習得の段階では音まで1点ずつでいって、もう1点だけちょっと意識としてるのが、腹圧とか言われると思うんですけど、呼吸の力を使って体の中の圧を高めるということをやってほしいんで、息吸って肺に空気入れるじゃないですか、はい、でこの後にグッて固めるんですけど、その時に腹筋だけ固めて終わってる人がすごく多いなという印象を受けまして、これ大事なのが前も後ろも収縮させるということが大事なんです。イメージとしてざっとくる反って動く収縮力多いじゃないですか、はい、これをクラスの担ぎのポジションでこう入れてくるようになりました。この時に収縮してるじゃないですか。確かに似てますね。やっぱこうはやらないですよ。フラットな胸のポジションを保ったまま収縮する。で圧を高めてしゃがんでいく。この上半身の設定を保ったまましゃがんでいく。この腹圧のイメージをさっきのしゃがみやすいポジションでしゃがむっていうところにプラスできればもっとレベル上がります。重さを持つための技術っていうのも一つやっぱ体の成長のためのプラスになると思うんで、そこも今後意識してやっていただければ。今教訓良かったんで60でいってみましょう。はい、さっきよりしゃがみやすそうだなっていう感じ、詰まりがなくなってきてる感じがあるんで、ここからプラスしてじゃあ腹圧これにかけてみましょうとか、そういう段階に入っていくんですよ。まずはしゃがみやすいポジションを見つける。なんで僕がおすすめしてるのはやっぱりテンポスクワット。まあ言ったら今のほぼ4秒ぐらいかけてじわーっと一定のリズムでしゃがむんですよ。で爆発的に強調する。そうです、そうです。
ぱりでも今のスクワットでも僕が一番意識してるっていうのは上半身なんですよ。下半身じゃないです。上半身の作り方でしゃがみやすさがやっぱり変わってくるっていうのと、まあ、あとはその腹圧とか呼吸の圧の部分ですね。いかにこの脊柱を安定させてこの動作を行うかっていうところですね。ありがとうございます。いや、めちゃめちゃ大丈夫です。ではちょっとこの後ですね、はい、スクワットやった後で申し訳ないんですけど、ベンチプレスノートで一緒にやっていただければなと思うんで、ぜひお願いします。お願いします。では次の動画で。